ははいみなさんこんこにちはアルジェント研究会です、えー、今回はですねダリオ・アルジェントの作品のうちですね「魔女三部作」と呼ばれるものの2作目ですね「インフェルノ」という作品なんですけれども、まあ、こちらのですね、えー、いきさつについてお話ししたいと思います。まあ、実はですね「インフェルノ」という作品はですね、まあ、劇場公開日本でもされているんですけれどもアメリカですね実際アメリカでは劇場公開がされずに終わったというような流れになりますのでなぜですね アメリカでは劇場公開されなかったのかということで、まあ、従来の定説があったわけですけれどもそれとは違ってですね、まあ、ダリオ・アルジェントが最近のインタビューでですねそれの具体的なねあの内容について話をしていますので、まあ、そちらについてご紹介をしてみたいいと思いますアルジェント研究会のチャンネルではですねこのような形でホラー映画についてですね一歩突っ込んだ考察であるとかですね、まあ、最新の情報を随時発表 と言いますか発信しており今回はですねそういった形であの「インフェルノ」がですねなぜイタ,リイタリアではなくてあのアメリカでですね劇場公開をされずに終わったのかというところをですね、えー、見ていきたいと思いますそもそもですねそういったところからいきたいと思いますけど「あのインフェルノ」というのは1980年のです、ね、制作の作品なんですけれどもその前の作品ですよね1977年にさ 作られたのがダリオ・アルジェントの、えー、代表作の一本といえるです、ね「サスペリア」という作品なんですよね。で「サスペリア」というのはもう本当に日本でもですね大ヒットしてですね、まあ、イタリアでもまかなりのヒットをした作品でですね、まあ、ダリオ・アルジェントの、まあ、映画監督ホラー映画の監督としてのです、ね、地位をあの、まあ、そこで位置づけたという作品だというふうに考えてもいいと思うんですけども「えー、サスペリア」というのは魔女が メインテーマという形になったですね。かなりですね、この入念なリサーチがされた作品なんですよね。ダリオ・アルジェントのその時のパートナーだったですね、ダリア・ニコルディというまあ女優がいるわけですけども、ダリア・ニコルディというのはもともとですね、女優でサスペリアパート2の時にですね、ダリオ・アルジェントと知り合いになってですね、その後、アーシア・アルジェントをですね、子供という形でまあ出産をしていくという中でですね、サスペリアの 制作準備がつくべあの続けられていくわけなんですけれども、えー、ダリア・アルジェントとですねダリア・ニコルディというのはこう例えばこうヨーロッパを旅行したりですね、まあ、リサーチをするというところでですね、まあ、かなりこう魔女の伝説についてですね、まあ、実話を元にしたところとかですねもしくはのトマス・ド・クインシーというねあの、まあ、作家がいますけども、まあ、彼の書いたですね1845年に書いたですね、えー、小説ですね、まあ、小説というよりも短い3文と言っていいんでしょうか まあそれをもとにしてですねサスペリアの筋書きというのが作られていったということですよね。であのダリア・ニコルディというのはこう女優だけではなくてですね、まあ、脚本家としての才能もかなりあったということで、えー、むしろねあの創作というところにすごく長けていた、えー、女優なわけですよね。えーまあ、そんな中でですね、まあ、サスペリアの 脚本が書かれてですね、まあ、映画自体も作られていったということになるわけですそしてですねその続編という形なんですよね1980年に作られたのがこの「インフェルノ魔女ものの2作目」ということなんですけれども、まあ、こちらはですねあの映画のタイトルの中ではタイトルといいますかあのクレジットタイトルの中ではですねまあ脚本はですねダリオ・アルジェントの単独執筆というような形になっているんですけれどもまあ、実際はですね ダリアニコルディのアイデアがですね、まあ、かなり入っていてですね、まあ、一緒に、まあえー、と脚本を書いていったということなんですけども最終的にですね、まあ、ちょっとやっぱりこうダリオ・アルジェントのこういろいろとねあの自分自身の考えみたいのがあってですね、まあ、単独執筆というようなクレジットがなされていたということですねその中でですね、まあ、インフェルヌにはねダリアニコルディが出演しているわけですけれども内容的にはですねダリオ・アルジェントのまあ 世界観とといいいううのがねかななり出ててるという作品になっていますそしてですね、まあ、実際映画を作っていくというところで、まあ、こちらが20世紀フォックスの資本が入っていてですね、まあ、いよいよですねダリュー・アルジェントもイタリアだけではなくてですねアメリカ資本で撮るということになってですね、まあ、かなりあの大変な思いをしたらしいんですよね、まあ、実際あのインフェルノは、えーまあ、体調が万全の中で撮られた作品ではなくてですね、まあ、途中でねあの病気を患ってですね、まあ、そういった中でね 演出が続けられれてていいっったとううよなな流れになっています、まあ、一部ですねあのマリオ・バーバーがですね特殊効果という形で参画しているんですけどもマ、まあ、リオ・バーバーの名前はインフェルノの中のクレジットタイトルにはもう出ていなくてまあ本当に消されている状況ですのでね、まあ、どういう形でマリオ・バーバーがねこのインフェルノ、まあ、事実上の遺作ですけれども向かったのかというのはねもう本人がもうお亡くなりになっているんでなかなかこの真意はね難しいところだと思いますけども、まあ、マリオ・バーバーがね一説によると一部ね 演出したのではないかというようなことも言われていますよね、はい、それでですねあのまあ実際右翼曲折あってですねあのインフェルノが完成するわけですよねそこでですね、えーまあ、実際アメリカでも公開をされていくというような形に流れてが通常行くはずなんですけれども、えー、と一説と言いますかねあの従来のところではですねどういうふうに言われたかというと、まあ、そのインフェルノが公開される当時ですね、まあ、20世紀フォックスの間でですね、まあ、大胆なこう組織改変とかがあってですね あの人事なんかも、かなりまあ刷新されたということなんですね。まあ、そして、そのゴタゴタに紛れてですね、インフェルノ自身は劇場公開がされなかったというような言い方がされているんですよね。で、実際ね、あのアメリカでは劇場公開されなかったわけですけれども、まあ日本でもね、まあ、その当時公開されていて、私も当然ね、あの劇場に見に行ってですね、行きましたし、あの、まあ、その他。 あ,えー、っとあれですかね、あの、イギリスであったりね、フランスでも公開されているということで、まあ、あのそこそこのね、ヒットはされたということですね。まあ、日本でもサスペリアほどではないんですけどね、あのまあ、まんざら入らない感じでもなかったのかなって感じしますね。あの、大ヒットというわけではないんですけどね、あの、まあ、人のし、人し、あの、それ、そこそこのね、あの、興行成績を上げたというような作品になりますよね。はいえー、という流れでですね、まあ、そこでですね、あの実際本当にですね、この、 20世紀フォックスの間のですねいざこざがあってまあ人,事人事異動とかですねそういった流れの中でですねこのインフェルノがアメリカでは劇場公開されずにですねまあビデオでは出ているわけですけどねビデオするになってしまったのかというところをねあの本当なのかなというところがまあ疑問は残るわけですよね。そしてですねまあそれについて最近のインタビューなんですけれどもそこでですね あのダリオ・アルジェントが説明はその当時のねいきさつについて説明してるんですよね。まあ実際の固有うう名詞を挙げてね説明してるんで、まあ、より信憑性はあるかなと思うんですけども、まあ、どういう話だったかというとですね、まあ、映画が完成したわけですよね。映画が完成してい、まあ、わゆるこう内乱死者というのをやりますよね。あの関係者を集めてね死者という形であの見せるということをやるわけです。でその時にですねその時の20世紀フォックスの社長だったですね、えー えー、シェリー・ランシングという、ね、あの女性の社長なんですけれどもシェリー・ランシングが、えー、一緒にねこのダリオ・アルジェントと一緒にですねこの内乱者を見たというんですよねでシェリー・ランシングというのはもともと女優でですねまあ,あのその後ね映画会社の,あの社長まで上り詰めたというね、まあ、すごくね辣案といいますかねすごく優秀な、ね、あの女性の経営者なんですよねでちなみにですねちょっと脱線しますけどあのシェリー・ランシングというのはあの後になってね あのウィリアム・フリードキンですよねエクゾシストのね監督のウィリアム・フリードキンと結婚しているんですよね。あのそんな中でね、まあ、あのウィリアム・フリードキンとシェリー・ラーシングのこうなんですか、ね、夫婦というのがこう長くねあの結婚生活続いているのでなかなか面白いなと思いますよねあの。ウィリアム・フリードキンも結婚はおそらく3回か4回してたと思うんですけどもまああの その中にはねあの女優さんだとかと結婚をされていて、まあ、すごくね短期の間に離婚されてますけどシェリー・ランシングとはすごくね長く持ってるといいますかねあのそんな形ですよねで、まあ、ちょっと話がね達成したんであれですけどあのシェリー・ランシングが見ているというところでですね、まあ、そこでですねあのこの映画を見たんですねそうするとですね、まああのまあ、あのシェリー・ランシングがまあ いうところによるとですねまあ、このインフェルノ見てですねまあ、全くわからないと理解できなかったわっていうような言い方されたらしいんですよね。であの具体的にねあの個別のシーンについてです、ねまあ、ダリュ・アルジェントに聞くわけですけどもこれはどういう意味なんですかとかねどういう意味なのとかまあ、あのよくわからないとかですねもしくはこの部分というのはもう ちゃんとともっとよく、ね、説明なぜしなかったんですかというような言い方をされたということですよね。まあ、あのアメリカのね、あの映画の会社の、まあ、プロデューサーといいますかね、社長だったら多分そういった言い方は分,かりあの分かると思うんですよね。興行で、ね、きちっとこうアメリカというのはね、すごく人種のるつぼみたいなところでですねよあの、よりね、定型的で分かりやすい映画というのが求められるというところだと思いますけれども、まあ、それに対してですね、イーフェルノというのはどちらかというと真逆ですよね。 えという流れでですね、まあ、あのよ,より分かりやすくですね、単純明快であるということが、やはりハリウッド映画のね、一つの条件だということに対してですね、そこで、あの、チェリー・ランシング自身はですね、アルジェントに対してそういう質問だったりね、あのー、場合によっては、こう、もう少し直せない、直したらいいんじゃないのっていうような話だったらしいんですよね。で、それに対してですね、えー、っとの、ラリオ・アルジェント自身もですね、まあ、それはまあ自分自身のね、 あの考え方があるということでまあ,あのわからない部分というのは観客の考えに委ねるというような言い方をで、ね、説明したんですよねまあ、よく監督言いますよねよくわからないと言いますかね。あの観客のね考えに委ねるっていうのはよくねあの監督に聞いてもねあのあえて言わないというところがあってですねまあぼかしていくというかねあのいろんな解釈ができるような映画ってたくさんありますのでねまあそういう言い方をしたということですまああのそもそもねダリオアルジェントに言わせるとですねこの インフェルノという作品は、まあ錬金術師の物語であるとということですよねですのでね錬金術師の物語だから、まあ、あの他人に委ねると言いますかねあのはっきりさせないというようなね、まあ、ロジックなわけですよね。そこでですね、あのー、どう考えたかというとですね、まあ、シェリー・ランシング自身はですね、まあ、社長としてですねやはりどうしてもねこの映画が。 好きにはなれなれかしたがってですねあのこういった形で、まあ、社長がこう気に入らなかったということがあの大部分の背景にあってですね、まあ、最終的にですねあのアメリカではですね劇場公開が見送られたということなんですよね。でそんな中でですね「えーまあ、ダリアルジェント」はねあの、まあ、なぜだかわからないけどねあのアメリカでは劇場公開されなかった。 あのイギリスとかねフランスではですね大ヒットしたんですけども残念だみたいな話をしてるんですよね。ですのでねあのどういうことなのかなというとこれがあの最近の話で、まあ、具体的なねあの人名を挙げてね説明しているので、まあ、より確からしいのかなと思いますよね。で今まで言われていたですねこの20世紀フォックス社の間でのですね、まあ、そういったの気候 改革とかですねそんな形でこのそのどさくさに紛れてですね公開されなかったというのは、まあ、あのやはりねこう出来が悪いとかねあの社長に却下されたとかってなかなか言いづらいんで、まあ、あのそういったことをある意味ねちょっと言いづらかったのでですねまあそういう言い方で劇場公開されなかった理由というのを説明したという節が多分あるんじゃないかなと思うんですよね。したがってですねあの最終的に言うとね重役だったり経営者を 納得させるここととがができなかったというのののインフェルノのね劇場公開、アメリカでは見送られた理由だというのが、私はですね、かなり説得力がある考え方だと思うんですよね。まあ実際そうだと思うんですけどね。そんな流れでですね、アルジェント2作目はインフェルノですけど、その後3作目ですよね。3作目はちょっとそこがおそらくプレッシャーになったりね、やめた方がいいんじゃないかっていうのは、作家としてはね、トラウマになりますよね。かかなりだからあの観客ですねあのインフェルノの ファンといいうのはすすごく多いんですよねで私もね実際「インフェルノ」というのは大好きな作品でですね最もねピュアな作品だと思うんですけれども、まあ、ただねこうあれですよねこう実際の会社の社長からねこうかなり全面的に否定されるとですねやっぱり作家としては痛いですよね。でそんなところでですね「あのー、サスペリア・テルザ」が作られる魔女もの完結編ですね。そこまででは、まあまあ、かなり長期間ですよねもう本当に あのずっと作らないでですねまう、あ、ほにこうねあの、まあ、すごく年月をかけて作られたという形になりますのでね、まあ、そんなようなところもあの長くね三部作のうちの完結編が作られなかった理由としてはあるんではないかなというふうにねちょっと考えることができるのかなと思います、まあ、実際ですねサスペリア・テルザはあのサスペリア・インフェルノとはだいぶトーンも違ってますしねあの流れてますよね制作規模もかなり縮小しているような形だと思いますけれどもより現実的ですよねむしろ あのたくさんね魔女が出てくるみたいなところでですねあれがだからあのインフェルノみたいな不条理感というんでしょうかねわからないみたいなところはなくてですねやはりこうあのサスペリア・テルザというのはこう魔女という魔力といいますかねそういったものを最大限に使っていてですねより分かりやすい 策撃にはなってますよねそこでこう不条理だとかつじつまが合わないとかねそんなところは非常に少ないと思うんですよね。もともと魔女ですからねつじつまが合わないのは当たり前なわけなんですけれどもよりそういう、ね、あの解釈に委ねるといいますかね観客の解釈に委ねるようなあの、まあ、シーンといいますかショットというのは非常にこう限られていてですねあの単純明快。 ななっっていいいいるとととうううこでですすねね、まあ、それが面白かかどののはちょっと別の話なんですよ、ね、アルジェントのファンにとってはね、それよりもね、もう少しダリオ・アルジェントのまあ個性みたいなものを発揮してほしいというような言い方あるのかもしれませんけれども、まああの、サスペリア・テルツに至ってはですね、この社長ですね、社長が言ってななんだかよくわからないとかね、これはもうちょっと説明しなきゃいけないんじゃないのみたいなところはあの、できるだけ少なくなっているといいますかね、そんなような感じの映画にはなってますよね、本当に。 何十年もかけて、ね、そんなところが反映されてるということだと思いますけどね。はいえー、という形でですねインフェルノについてはやはりこうダメ出しをされてしまったということであるんですけれどもねあえてそこを直すとかね追加撮影して分かりやすくするとかいう形で改変されていないというのはむしろ良かったのかなと思いますよね。まあ、ただそんなことからするとねアメリカ資本で撮るということとですねアメリカハリウッド映画。 流の、ね、文法でアルジェントというのは本当に取っていいのだろうかというところはやっぱり作家の、ねあのー、個性としてはね少しちょっと疑問の余地があるかなという感じはね個人的にはしてるんですよね。したがってですね、あのーまあ、大予算で取るとかということであってもですねアルジェントというのはやっぱりこうアメリカでねあのなかなか取るとあのトラウマという作品もありましたけどもですねやはりね、あのー、ハリウッド流のねアメリカ流のね脚本構成になったりですねあのどちらかというとそういうねあの自由気ままな 作風みたいなところがですねま出しにくいような形にはなってしまっているのでね、まあ、ちょっとその辺が難しいところだなという感じはしますよね。はい、はいえー、ということで、ね、今回あのインフェルノ1980年の「ダリオ・アルジェントの魔女物」の第2作ですね、まあ、こちらについてですね、まあ、なぜね劇場公開というものがあのアメリカで行われなかったのかということをですね、まあ、あるねあの インタビューに基づいてですね、解説をさせていただいたということになります。はい、えー、ということでね、今回は以上ということにさせていただきたいと思います。